3月31日、今日も3月終わりです、ということで、トランポリンエクササイズその7、足を弾んで、肩幅で弾んで、手を振る運動します。じゃあ見てね。愛子さん、青空、ナウンセール、ナウ。はい、新井サイクルメンテナンスです。緊急なパンクの修理とか、自転車の修理を受けたまります。ご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。最後に向けめるシャッフルマンナウ。はい、新井サイクルメンテナンスです。緊急なパンクの修理とか、自転車の修理を受けたまります。ご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。今日の3月31日、3月の今日で最後です。トランプエクササイズ6、バランス、はい、行ってみます。橋本さん、よろしく。今日もよろしくお願いします。インチュム先生、お願いします。これは昨日ね。姿勢に注意してください。背中は伸びてますか？伸びてます。次は足を横に軽く開いて腕を前後に振ります。はい、軽く足を弾んで腕を前後、前後です。これ5分間やっと1キロジョギング効果が得られます。腕の振り方を両手を同時にここから足を上げます。一緒に支えようございました。ということで、橋本さん、ちょっとこの手で青空、南欧セール、じゃあね、じゃんけん紹介しましょう。最初は相手、じゃんけんショップ。じゃあ、シャッケン、ナウト、肉前に。シャッケンはナウト、ありがとう。はい、皆さん、どうもです。おっと、こんな時に愛子さん、また2回目。2月26日、ナウンセール、青空です。勝ってね。あと風の色まだレンタルとアマゾンにもあります。じゃあぜひよろしくお願いします。じゃあ明日はバランスのその7をやりたいと思います。じゃあお会いしましょう。お会いしましょう。じゃあね。はい、ここで海の僕の名前、ここにいます。ぜひソーラン・ドラゴン短編映画ヒーローへの道っていうとこ、ヒーローの道にね、見ますんで探してください。公開、じゃあソーラードロゴン、来たね。ヒーローへの道、私も、お手伝いしております。で最後にエンディングテロップに名前もあります。明日はね、バランスで YouTube で検索してみてください。肩幅に開いて、手を変えて運動します。それじゃあね、また明日。じゃあね、はい、行きます。ただいま、愛子さん、青空、難音セール。高評価、低評価。
お願いします。チン。